さんどうもこんにちは、尾形ゆりなです。そして林田です。今日は林田さんの第1回ダイエット企画でトレーニングをやりたいと思います。イエーイ、お願いします。今目白駅の近くにいるんですけど、はい、これからヒーロージムに行って今日は足をメイン、足トレをやりたいと思います、はい、なんで早速頑張りましょう。初めてですがお願いします。よろしくお願いします。はい、まず1種目目はレッグプレスの、これまあバー自体が40キロなんで、これをやっていきたいと思います。これ自体が40キロぐらいなんです。で、足幅はこの広げるんですね。はい、広げて上の方で。で、膝は特に内に入らないんですけど。で、上げます。で、これを中に入れます。で、この時に胸に当てるぐらいの上に下ろしてください。これゆっくり。で、これ上げすぎると膝を壊しちゃうんで、上げすぎないで。伸びきらなくていいけど。うん、伸びきれなくて。これ12回まで。12回。はい。で、ポイントなんですけど、ここに下ろしてるときに一回止める、はい、止めてあげる、はい、と、すごいより負荷がかかるんで。じゃあ早速、足もっともっともっと上、もっと上、もっと上、これを広げましょう。で、これも広げて、これはまっすぐで、足はもう下がって、うん、よし、じゃあ一回上げて、上に、そしたら中に、バーを上げてください。さあ、はい、下ろす。持ち下げて、元に、ここに当てる。体型、これ、いや、これ、体の形は関係ないです。上げる、上げすぎない、上げすぎない。で、もう一回、ゆっくり。はい、はい、に、もっと下げて、上げて。はい、上げて、はい。はい、もう一回下げて、はい、ここまで、ここまで、ここに当てて、そこ、これお腹にも効くんですよ。はい、3、もっと速くていいですよ。はい、4、はい、OK で、中にバーを入れてください。あ、そうか、100キロ、3回目なんですけど、さっき80キロ余裕だったんで、余裕じゃない、余裕じゃない、100キロ、10回、もっと足を、よいしょ、こっちももっと、 OK、 大丈夫ですよ、はい、いい、いい、なんですけど、さっきのレッグプレスの100キロのままで足幅狭めでやっていきたいと思います。今回は足幅狭めなんで1個分ぐらいしますので、で、これ、あ、でもさっきよりこっちの方がやりやすいかも。これも、これが10回で100キロなんで10回でいきます。さっきよりきつくないですか？いや、さっきよりきつい気がする。伸ばさないで。
そっちの体勢なんだ。そうですね。足を閉じるんですよ。足首で上げる。なんですけど、レッグエクステーションです。前もものトレーニングをやらせます。まずな15キロで 15? うん、15キロで お尻をちゃんと背中にピタッとつけて胸を開けた状態で、で上に上げるときに一回止めた方がいいです。さあ、ここ触ってもらったら使えるんです。あ、本当だ。ゆっくり下ろす。あ、マジで軽いな。やな。これ12回か12回です。20回かな。ちゃんとバランスボールも押し込む感じで。
下がっていいかも。で、しゃがむ。押して、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 押して。これ右足。はい。アブローラで締めたいと思います。10回3セットで足閉じた状態で、お腹が低いですか？できる気しないな。でした。いやもう本当きついっす。え、何が一番きつかったですか？うん、ね、なんて言うんだろう、あのバランスボールやって、あ、タックスクワットっていうか、どんどんきつくなっていくから、本当に毎回一番きついっていうのはの繰り返しみたいな。え、あれはアブロールは大丈夫でした？いや、きついきつい。あれもずっと吐きそうって、吐きそうってずっと言ってて、いやもう酸欠みたいになって、うん、なんか多分あっちこっち疲れてるから、多分まだやり方が下手なんだと思う。いやでもこれからもっと追い込んでいくんで、今日はもう本当にウォーミングアップぐらいの軽めでやったんで。辛いですよ、もう何度逃げ出しそうになったか。結構黙って死んで、そう声も出せないぐらい。やばかったですよね。なんで次はもう違う種目をまた教えたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。